どうやら目的の魚は釣れたようじゃの。まあどうしてもというのなら魚釣りのコツを教えてやらんでもないが。覚えておいて損はないよね。おじいさん、お願いします。じゃあまずはサーディンを10匹釣ってくるんだ。このお題をクリアできたらコツを教えてやろう。おじいさん、釣ってきました。おお、ちゃんと釣れたか。よしよし、では早速教えてやろう。どうだ、前よりもうまく釣れるようになっただろう。うん、だけどその練習だけで2日も釣りし続けてるよ。よしよし、弟子一号や。次のお題を出してやるぞ。待って、僕はいつから弟子になったの？若いのが細かいことをいちいち気にするな。今回のお題はグローブフィッシュを7匹だ。またコツを教えてやるからせいぜい頑張れよ。グローブフィッシュ7匹釣れたのか。釣りというのは急がず焦らず確実にだな。魚が逃げちゃうよ。すまぬ。おじいさん、釣ってきたよ。おお、グローブフィッシュだ。さすがわしの弟子一号だ。よし、次の技の練習に入るぞ。ところでおじいさん、僕が釣ってきた魚はどうしてるの？焼いて食べてるに決まってるじゃろ。何を当たり前のことを聞いてるんだ。
ューリップの球根買ってきたよ。ありがとう。これは球根の代金とお礼ね。ああ、大事なことを忘れてたわ。肥料を一緒に頼もうと思ってたのよ。また海岸の町に行った時にでも収穫促進肥料を3個お願いできるかしら。わかった。買ってくるよ。頼まれてた肥料だよ。ごめんなさいね。二度手間かけさせちゃって。これは肥料の代金とお礼。あと球根と肥料を一個ずつあげるわ。機会があったらあなたも育ててみてね。海岸の町に荷物を届けてほしいんだが、頼めるかい？うん、任せて。海岸の町の酒場に持って行ってくれ。壊れやすいものだから、跳ね回ったり吹っ飛んだりしないでくれよ。いらっしゃい。今日もいろいろ入荷してるよ。また買いに来ておくれ。またこの面倒な仕事か。大丈夫だよ。そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。こんにちは。荷物を届けるよう頼まれてきました。これを待ってたんだ。海の男は大食いが多くてね。届けてくれてありがとう。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。こんにちは。このお店のおすすめ料理ってありますか？おすすめの料理ですか。一番の人気メニューがあるんですけど、最近材料不足ですぐなくなっちゃうんですよ。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったりです。それは大変だね。僕が材料を集めてこようか。本当ですか？すごい助かりますよ。材料は薬草を10個、小麦を10個、
サーディンを10匹です。もし具材をお持ちでしたら高く買い取らせてもらいますよ。
材料集めてきたよ。ありがとうございます。先に材料費をお渡ししますね。お待たせしました。この酒場の人気メニュー、サーディンパスタです。ああ、美味しそう。いただきます。さて、次のお題だが、ニジマスを7匹釣ってこい。ご老人、これだけの魚を食べてよく飽きないな。余ったら店に売ればいいお金になるからの。ほれ、弟子一号、さっさと釣りに行かんか。まだ商品が足りないな。どうしたの？実は私、新しく交易商を始めるところなんだ。それで取引に使う品を集めてたところなんだよ。取引に使う品って特産品とか？特産品というか、その土地で取れる基本的な素材だな。こんな時代だから、どの地方も品不足なんだよ。ただそれらを仕入れるルートがまだ確立できてないんで、今宿泊してるところなんだよね。一度取引が成功してまとまったお金が手に入ればだいぶ変わるんだけど。それなら僕が素材を取ってきてあげるよ。それを売って資金にすればいいよ。そいつは助かるな。ぜひお願いしたい。それじゃあ何を集めればいい？たくさんあるからメモを忘れずに頼むよ。羊毛を10個、天然ゴムを5個、ヤギの毛皮を10個、以上をお願いしたい。結構たくさんあるね。時間がかかるけどいいかな？じゃあその間に取引の用意をしてるから大丈夫さ。それじゃ。どうだい、全部集まりそう？
そこのあんた、うちのジョンを見かけなかったかね。ジョン？この村にジョンなんて人いたかな。ジョンはうちの犬だよ。昨日からいなくなってしまったんだ。ああ、そういうことか。心当たりはないの？いつも北平原に遊びに出ているようだったが、戻ってこないんだよ。わかった、見つけたら連れて帰ってくるよ。よろしく頼む。おじいさん、どうしたの？なに、ちょっとばかり心配で息が詰まっただけだ。心配はいらんよ。そう、ならいいんだけど。荷物届けてきたよ。面倒な仕事をすまんね。これはお礼だよ。平気か？大丈夫。体力が減っておるようだ。次は気をつけるのだぞ。魔物が出るなんて。日の光が隠される時には出てくるらしいな。薄暗いところに押しこもっていれば良いものを。あれは犬が倒れておるな。依頼のあった犬かもしれぬ。おじいさん、悲
悲しむだろうな。せめてお墓を作って埋めてあげて。ん？口に何か加えている。何かの葉っぱみたい。この葉を取りにこのような危険な場所まで来たのが原因のようだな。そうみたいだね。せめてこの葉っぱだけでもおじいさんの元へ届けよう。せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。じゃあシロは？さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれんな。そんなの寂しいよ。なあ。何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。大体シロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと心臓を患っていてね。そうか、ちょうどジョンと一緒に行っちゃったんだね。そういえば探してたジョンが最後に加えていた葉があるんです。これはじいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。まさかジョンはこれを知って取りに行っていた。そうか、あんたには世話になったな。これ少ないけど取っといてくれ。主人思いのいい犬であったな。天国でもじいさんとジョンは仲良くやっているかな。ああ、きっとそうだと思うよ。そうに決まってる。
るよ。ちゃんと待ってるよ。いい子にしてる。苦いお薬も飲むよ。だから早く帰ってきてね、お兄ちゃん。